張子丹は中華民国の政治家、北京政府の要人、字は円白、真の巨人で内務部で職に就く、女性省が東三省総督となるとその秘書となった。1912年、北京総統府秘書に任命される。1914年7月から1916年7月まで水縁動員を務めた。1917年1月、内務部次長に昇進し、 さらに外交委員会副会長となる。7月、国務委員秘書長となり、さらに参戦事務所企業所長を兼ねた。1919 19年、陸軍部次長となる。1920年8月、雲法で、多分未列の公認として、処理内務総長となる。その翌年5月には、交通総長に任命され、河井行臨時内閣、両市内閣でもその任にあった。 1921年12月、交通総長を辞任する。1923年、内国交際局総理に転じた。その翌年には、財政整理委員会副会長を兼任している。1926年5月、元吉江内閣で、交通総長に再任され、森鈴系代理内閣、小田田氏人等代理内閣でも在職した。翌年1月の辞任後に、 政界から引退した。国民政府では1933年に河北選区救済委員会委員を務めたことがある。晩年は下記の絵画に打ち込み、優れた作品を残している。1946年、病没、去年64、ありがとうございます。